はい、みなさんこんにちは。えなです。たかです。エレティブログです。今日のテーマは日本語で使われているドイツ語。カタカナ英語ってよくあるけど、うん、カタカナドイツ語ってこと。そういうこと。実は日本人が英語だと思って使ってるカタカナがドイツ語から来てましたって話。そういうこと。これ全然知らない。正直言うと私は1個ぐらいはしてたけど、それ以外ちょっと調べて、ああそっか、これはドイツ語だったなと今から紹介しようと思います。レッツゴー。1個目はアルバイトです。アルバイトは本当はドイツ語のアーバイトという言葉から来てます。コンビニのバイトとかでしょ。そうそうそう、意味がちょっと違う。ドイツのアーバイトは日本語の仕事という同じ意味。サラリーマンとかで働くフルタイムジョブってことか。そうです、それはアーバイトで、まあ日本語の使い方がそれと違ってて、フルタイムジョブっていうのはなんかあれだよね、パートタイムジョブが日本でいうとこのアルバイトだもんね。ね、ちなみに本当の日本語の言葉があるの？バイト、アルバイトの日本語バージョンない。だからドイツ語使われてる。非正規雇用、だから日本語でも一応ある。非正規雇用でも誰も使ってない。みんながドイツ語を使ってます。まあでも日本人の場合アルバイトっていうよりはバイトっていう人が多いね。なんかちょっと短くしてバイトバイトって言ってるけど、日本人は何でも短くするのが好きだから、短縮が好きだからね。そうだね、はい、次の言葉がゲレンデ。スキーの、あー車のね、非常のゲレンデ、ベンツのゲレンデ車でしょ、あの四角い黒いかっこいいあれはメルセデスベンツの G クラス、ゲレンデ。あれはなんでゲレンデかわかる？あれはドイツ語だとゲレンデワーグン。だから あのこうオフロードに行ける車っていうゲレンデワーグンっていう言葉を使ってその車につけた。あ、バーゲンが車っていうの、ね、ゲレンデバーゲン。日本人がそれの半分だけをピックアップしてゲレンデゲレンデって呼んでた。ゲレンデって言う。でも私は言いたかったのがスキー場のゲレンデだね。で同じゲレンデだけど、はいはいはい、だからオフロードみたいな意味で。あ、じゃあ日本と違うじゃん。日本はゲレンデっていうとスキー場のあのゲレンデの白いだけでしょ。うん、オフロードって意味は全くないよ。あ、でもドイツではオフロードって意味があるの。そう。あ、じゃあなんかさ、日本だとさ明日スキーに行こうとかじゃなくて明日ゲレンデに行こうっていう人いないか。いない。いないけどでもゲレンデに行こうって言ったら、あ、スキーに行くんだねって通じると思うけど、ドイツでゲレンデ行きたいんだけどなって言ったら、あ、こいつオフロード行きたいなってなるの。日本はちょっと意味がこう狭まったってことだね。日本に来てゲレンデ、ゲレンデはイコールスキー場でしょ。スキー場、日本の場合はね、あと車ね。車、まあゲレンデって言ったら車をイメージする人が多いかもしれないね。あ、そう。いや、タカは、ね、男の人は特にタカはゲレンデが好きだからだけじゃないの。そう、ゲレンデ将来買うよ。いや、いや次に行きます。喧嘩になる前に次に行きます。ゲレンデ買うのは本当だよ。いや、いらー。ミクツメ、グミ。グミ、グミ、これ、グミ、グミ、食べ物、プニュプニュしてるグミ、プニュプニュしてるやつはドイツ語から。あれ、ドイツ語なの。ドイツ語だとグミベアンとかグミベアヒェン。ハリボが出してるクマの形のグミ、日本にも来てるでしょ。ハリボはめっちゃ来てる。ハリボがあるでしょ。多分日本のグミ自体はそのハリボのグミベアヒェンからスタートしたと思う。でまたゲレンデバーグとかと同じように、うん、半分の言葉だけを取って、本当はグミベアヒェンだけどでもグミベアヒェンの意味はグミ、クマだよね、うん、クマのグミか、だからイコールハリボなのか。でグミベアヘンを日本人が勝手に短縮してグミっていう最初のところで取ったってこと。はい、日本人は短縮が好きだね。ちょ、全部短縮するじゃん。そういうこと。まあ、ドイツ語の言葉は全部長いからね。あ、はい、次のドイツ語はメッセ。メッセ、メッセージ。メッセージじゃなくてメッセ。何メッセ。だからなんかコートメッセ。そうそうそう、そう、そのトレードフェアみたいな。で大体日本のフェアがやる場所がよくメッセという名前がついてる。そうだね、建物の名前とかにはメッセついてるけど、うん、なんか人が明日メッセがあるからどこどこに行こうとかはなんない。なんない。明日フェアがあるとか。じゃあ混ざってるってことだね。建物にメッセを言うけど、うん、イベントにフェアを使う。そう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 、ドイツだと両方ともメッセだよ。なんか人が集まることはメッセなんだ。うん、それ短くしてメッセなの、それかなんかもともとメッセなの。メッセはメッセ。メッセって言ったら日本で言ったらメッセージだわ。メッセージのことをメッセっていう短く言う人は中にはいるかもしれない。
さあメッセージ入れといてって。いやない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 あるあるあるない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 メッセージ入れといてっていうのをメッセージ入れといてって言うとあるない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 。変なこと言ってだから、ね、違う変なこと言ってるから次に行きます。はい、次のドイツ語はエネルギーです。あの英語だとエネルギーでしょ、うん、だから英語から来てるんだったら日本語がエナジーでしょ、うん、でもエナジーじゃなくてエネルギーでしょ、うん、それがドイツのエナギーから来てる。ああ、ドイツのエナギーのが似てるわ。でもそれを言うと日本人は発音がうまくないから全部変わるよ。ラジオとかもラディオでしょ。それがラジオになっちゃったから。ドイツ語に似てるよ、ラジオ。あれ、じゃあラジオももしかしたらドイツ語かもよ。かもしれない、わかんない。ごめん。でもう一つなんかその同じ E のエンディングがあるのが、うん、アレルギー。ああ、アレルギー。そう、花粉症とかね。ドイツ語がドイツ語から来てアレアギーから来てる。あ、似てるわ。日本人はドイツ語の発音しやすいのかなってことは。そんなこともないな。そんなこともない。難しい。そう。あ、ちなみになんかその病院とか、まあ、今アレルギーの話をしたんだけど、カルテとかもそうだね。そう、カルテとかもまあ、いろんな医者さんが使ってる言葉がもともとドイツ語から来てるらしい、うん、そうだよね。医学用語とか昔のさ、古い先生とかってカルテにドイツ語でこう書いたりするじゃん。もう一つあります。レントゲン、英語だと X-ray、 だから全然違う。そうだね。で、あのドイツ語のレントゲンは本当にレントゲンという人、レントゲンさんが発明した機械がレントゲンって名前がついたってことね。そう、自分の名前がついた。あれ、アメリカは何 X-ray って言われてるの？じゃあレントゲン取りに行くとかじゃなくて X-ray 取りに行くってなんだ。ちなみにドイツ語の発音はレントゲン。難しいから日本人はレントゲンにした。だからレントゲン、カルテ、アレルギー、医療系の言葉はドイツ語が多いってことだね。次はテーマです。テーマ、はい、今日のテーマは、今日のテーマは、テーマって英語じゃないんだ。テーマはドイツのテーマが全く一緒。ドイツ語でもテーマっていうの。テーマ似てるね。似てるねとか一緒か。まあそれは日本人がパクったからか。パクった、パクりました。次はリュックサック。だからドイツ語だ、リュックサック、そう、ドイツ語だとゴックサック、あのバックパックね。だから日本語は両方使われてる、リュックサックとバックパック両方使うけど、なんかおしゃれなカバンはバックパックっていうような傾向があると思う。リュックサックってあんま言わない。なんかね、子供が持ってる カバンバックパックをリュックサックっていうようなイメージがある。で、大人が持ってるリュックサックはバックパックっていうような感じかな。分かんない、そのリュックサックとバックパックの境界線は分かんないけど何かある。勉強になります。なんかルールあんのかな。ないんじゃない。気持ちの問題、なんか気持ちの問題かな。明確なルールがあるんだったら知りたいけどね。はい、で最後の言葉がメルヘン。メルヘン。で、ちなみに私はメルヘン日本語で聞いたことなかった。え、あるよ、メルヘン。女の子とかによく使ったりするよ。どうやって使う？ちょっとこうふわふわしてる女の子。ふわふわしてる。メルヘンな子だねみたいな。あの元の言葉がドイツ語のメアヒェン。メアヒェンは昔話とか物語という意味、うん、あ、日本でもそういう意味あるよ、メルヘン。で、メルヘンの物語。これで10個の言葉を教えました。新しいことを、まあ多分言葉が全部知ってたと思うけど、うん、それが全部ドイツ語という言葉が知らなかったんじゃない、ね、意外と、あ、それドイツ語だったんだみたいな。そう、アメリカだと思ってるからね。ね、英語だと思ってる。悲しい。まあこの10個の言葉はドイツ語ですよっていうことを今日伝えたかった。で、ちなみにもう一個言いたかったことがあって、日本人はあそうというのが好きでしょ。あそう、あそう、そういうことみたいな。あそう、うん、あ、で、ちなみにドイツ語にも同じ使い方の同じ発音のことがあるよ。あ、そうなの。ドイツ人は、あ、また今作ったそうだね。ドイツ人はあそうという、全く違う、めっちゃ似てる。それ逆にあれかもよ、日本からエクスポートされてドイツ人が真似したかもしれない。で、なんか私もなんかそれドイツ語から来てるのかなと思って調べたら、いや、そうでもない。勝手にこっちで自然に同じことが使うようになったんで、それ面白いね。ね、日本でインベントされてドイツでインベントされてたまたま一緒の発音だったみたいな。
あ、そうなんだ。なので次にあそうって使うときにあーは、まあ、ドイツ語でも伝わるなと思っ てください。そうか、ドイツ人と喋るときにあ、そうって言ったらあ、そうって逆にさ、日本の言葉で海外にこう輸出されて使われてる言葉ってあるのかな。あると思うよ。あ、一つはあれか、改善とか、トヨタのそうあのプロセスで改善のプロセスとか外国で使われるもんね、改善。はい、それでこの動画も今日終わりになります。面白かったでしょうか。面白かったというか発見があったんじゃない発見があったんじゃないね。発見があったなら、高評価を押してください。で、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。